が異世界転生したらどうなるのか。西暦2000年、突如として地球は丸ごと異宙と呼ばれる異世界へと転生してしまいました。地球の外は宇宙から異宙に変容し、異宙の住人たちの文化が流入し、世界は混沌に包まれました。というのも19年前の話。西暦2019年の現在では、人類はなんやかんやでこの世界に適応しています。そんな世界で俺たち3人はカレコレや、簡単に言うと何でもやですねをやっています。ほらひさ、セリフ。この度そんな私たちの仕事ぶりを YouTube 上で公開することになりました。カレコレやの仕事、異宙からの住人との生活なんかを楽しんでもらえればと思います。ラッキースキルもあるよ。ねえ、なんで YouTube からお金がもらえるんだ。セリフセリフ。ああ、それじゃあみんなチャンネル登録よろしくな。じゃあ撮影はこれで終わりな。いける、このチャンネルは跳ねるぞ。影、 YouTube やるのはいいけど、ちゃんとカレコレ屋の仕事と両立するのよ。真剣ゼミの漫画のお母さんかよ。ヒサメはバカ真面目だが可愛いし、何より巨乳だ。なるほど、そうか。何が？ YouTube さんっていう動画大好きなお金持ちがいて、その人が面白い動画にお金を払ってくれるんだな。うん、違う、 YouTube は広告収入。 CD はゴブリンに育てられただけあって、ド級のバカだけど、喋らなければイケメンだ。美人とイケメン、こいつらを利用すれば俺は憧れのトップ YouTuber になれる。それに有名になればあいつらを探すのにも。とにかくあの二人を使えば勝ちは間違いねえ。なんか企んでるぞ。気にしなくていいよ、あいつの悪巧み十中八九自滅するし。動画公開後、なんだこれ、女の子かわいい、長髪のお兄さんイケメン好き。黒髪が胸元チラチラ見てる気がする。うかめっちゃとか陰キャク頑張ってるかって言いたい。もう俺 YouTube やめる。はい。